どうも、ドゾルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュライル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今ですね、たった今、グローバル大会というのが、来ているんですけれども、皆さんはもう、やりましたでしょうか？まあ、実はね、グローバル大会はずっと来てたんですよ。半年ぐらい前から、毎月毎月、月に1回ね、グローバル大会というのがあって、まあ、順位を競うっていうのがあったんですけれども、今回のね、このグローバル大会では、上位、100人かな、上位100位に入った人は、限定の、スタンプがもらえると。もう分からせスタンプですよね。あなたは上手いですよと。俺上手いんだぜっていうね、分からせスタンプがもらえるっていうところでですね、私ももうちょっと、久しぶりにグローバル大会やる気になってですね、もう頑張っちゃうぞっていうところで、前回も、動画をお送りしたと思うんですけれども、前回の動画でなんと私10連勝したんですよ。びっくりの。私もびっくりの10連勝いたしまして、おおと。これはワンチャンあるぞっていうところで、その後もちょこちょこ頑張ったんですが、結果としてはですね、16勝5敗と。いうところで、チャレンジが終了してしまいました。今ね、50位までしか乗ってないんだけど、50位で、29勝ぐらい。だから多分、じわじわ、こう、ボーダーが上がってって、どれぐらいだろうな、最終的にはあと1日だから、最終的には35勝とかが50位になって、100位がまあ30勝とかの、ラインになってくるんじゃないかなと勝手に思っているんですけれども、今日はですね、私、今、ドズ2でも実は調子が良くて、もうこれ、ドズ2、動画撮らずに後ろでやっちゃおうと思ってチャって今日やってたらもう11、まあ初めの方ね1勝1敗とかだったんですけど、そこからまた10連勝いたしまして、11勝、1敗というところで今日もですね負けるまで、やっていきたいなと思います。使っているデッキはこちらのゴーレムデッキなんですけれども、このアカウント無課金でやってるんで、12勝して13勝して15勝までしたら開けちゃおっか、エメラルドで500M。ちょ、もったいないかな。500エメラルドの使い道がね、ずっとなくて今もう2200エメラルドを無課金3年間で貯めたんで、まあもう、ここでもしかしたら使っちゃおうかなと、思っております。はい、というところで、じゃあ今日はね、もう負けるまで、ドズルといえばもう負けるまでコンテンツだよねっていうのをね、定着させていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。私初めてやるんですよね。負けるまで、なんとかを回すとか、プレイするとか、あんまりやったことなくて、初めてやったんですけど、この前ね、40分の動画になって、もう2個、おわお、やばい、これは。ちょっと待って。初手ゴーレムピアはやべ。さあ、ここは、まあ、2コスちょっとリード取られてる状態なんで、結構きついですね。同じ対面ゴーレムで、2コスアドを取られてるってことは、もうエリクサーポンプが相手が1個立って、こっち不利な状態ですからね。ただ、相手今回、ボーリーという、ちょっと謎ゴーレムですね、正直。うん。あんまり見たことがないゴーレム。ボーリーダクネゴーレムっていう新型ですね。はい。新種ゴーレムでございますが、ここでトルネードされましたが、トルネードされることによって、特に痛くはなかった。まあ、特に会いたくはないけど、いやでも相手のゴーレムはこっちタワーもろ入ってるのに対して、こっちのゴーレム全然もうひ弱チンパンジーみたいになってるんで、いやでもザップも使って、これちょっと相手エリクサー使いすぎなんじゃないですかというところで、追加コンテンツ。はい、追加ダウンロードコンテンツをね、ガンガン差し込んでいきたいなと思います。よろしくお願いいたします。いや、いいですね、これ。もう相手ちょっとエリクサー使いすぎたね。うん。私を見くびったな。見くびった？うん、まあ。いい感じに、ワンパン。よし、ナイス。ここもゴーレム、対ゴーレムの場合は、結構ガンガンゴーレム展開していっていいかなと思います。ただ、一番気をつけないといけないのは、キングタワーをおられることですよね。はい。常にキングタワーをおられないようにしとかないと、ゴレダクネの形作って、で、ベビドラだけで守るとかね、右はね。いやー、これちょ、怖いな、でも。キング普通に行かれそうですもんね。うん、ベビドラくんが結局優秀だから、ベビドラだけでいい感じ守って、処理して、いやー、これ、大丈夫かな。さ、左のタワーをおそらく落とせたんで、いちいち交換で、悪くはないですね。さ、左しかも、いい感じにこれ、ダクネもいい感じにプレッシャーかけれてますし、さ、このまま 2-0 で終わらせたいな。右上のタワーはいつ落とそうと思っても落とせるんで、次のゴーレムですね。相手多分おそらく左からまたゴーレム展開してくると思うので、ここはもう左にゴーレムを置いて、こうすると相手右にゴーレム、そうね。右にゴーレムしか、出せなくなると。で、最後、このゴーレム出した40秒もあるんか。ちょ待って。これちょっと思っている時間あった。私の頭の体感もあと20秒の気持ちだったけど。ここはトルネをやりつつ、はいはい。あ、でもいいですね。いい感じに守って、最後ここ守りきれれば勝ちですからね。
私がずっと昔に出したゴーレムくんが今さら、キングタワーに到達いたしましたが、まあ、最後は、ちょっとねイチャついて終わるというところですね。グッドゲーム、ありがとうございます。よし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 、ドズ2の方がドズルより順位が高い可能性がありますねまああのレベルはレベル9で統一されるんで、別にドズ2もドズルも使ってるデッキ同じだし、まああのあんまり関係はないんだけど、あでもちょっと嬉しいですね。あの最近私ちょっと自信をなくしていたんで、この前のねトロフィーも全然上がらなくて自信をなくしていたんで、こんなにこうね安定して勝ち進んだこと自体が嬉しい。はい、ファイアーボールか。ここはちょっとバーバリー、あボンバーね難しいな、まあ、ボンバー最近来てるからな、ここで止めとこうか。よし、そしてあこれ課金した時500エメラルドの分の報酬がえぐいことになってますね。まだまだいきます。残り、どうだろう、残り18勝、残り18勝したら世界100位入れるかな。よろしくお願いいたします。あの勝利数が上がれば上がるほど敵も強くなるんですよね。おそらく同じぐらいの勝利数の人と当たりやすいようにはなってるんだけど、ただグローバル大会グラチャレと違って、グラチャレはねもう厳密に決まってるんですよね。あのぴったり同じ勝利数とか、あとまあプラスマイナス1までとかいろいろ決まってるんですけど、多分グローバル大会はそこまで厳密じゃない気がする。そのプラマイ3まではまああの許容範囲やなみたいな感じで、ちょっとブレがあるんじゃないかなと勝手には思っておりますが、今回ローリングウッドプラスのエリクサーポンプか、三重子なのかな、テスラ、んーちょっとわからんな、エリポンクロスとか、うん、エリポンクロスの可能性ありますな。これライトニングったら気持ちいいだろうな。ライトニングって気持ちよくなりたいな。いや、ここはちょっとユニット押しでいこう。ユニット押しで、おそらくこれゴーレムがエリポン叩いてくれるんで、さあどうだ、いや、エリポン叩いてくれますね。さあこれ追加のランバージャック出そう。追加のランバージャック、男はな、行くときはいかんといかん。さあ追加のランバージャック出して、よしよし。さあ3発ぐらい。1、2、3、OK、ナイス。いいね。気合入ってましたね、今のね。で、エリクサーポンプ立ってくる。ライトニング打ちつつ、左はちゃんと抑えようかな。左は抑えて、こう許容してもいいんですけどね。しっかり抑えつつ、はい、今んとこ優勢ですかね。ちょっと相手の方がエリクサーがたくさんありそうな雰囲気を感じているので、いやー、ちょっと待って、ちょっとどころじゃねえな、これ。これ結構きつくね、結構きつくね。なんかザップとかやられたらもうそれだけで死んじゃいそうなコウモリくんたちですが、いやー、きつい。きついよ、これ抑えて。いやー、エリポンクロスですね。まあまあまあ、でも、そんなにまだ悲観するほどきつくはない。エリポンと、テスラと、クロスと、はいはい、マスケット、あそこら辺が嫌だな。これはクロスボウまだ手札ないんで、後ろからゴーレム展開しつつ、いや、回ってくるかな、クロスボウ。いや、クロスボウ来るよって顔してる。クロスボウ来るよって顔してますね、これは。はい、クロスボウ来ました。ここはちょっと、三重子も合わせてライトニングって、いや、今、テスラも巻き込むように、もうちょい待ってから打てばよかったな。今のはちょっと調子乗りましたね。まあいいや。ここは、はい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 。まあ悪くない。抑えて、こっからですよね。エリポンクロスって、呪文はロケットなのかな？呪文何なんだ？呪文教えてくれ。さあ、クロスボウ来る。ただ、こここそ今度ライトニングが刺さるでしょ。ライトニング難しいな、これ。ちょっと待って。テスラにはあえて打たないように、ナイト、マスケットたち処理して、こんな感じで。悪くないですね。相手からするとこれかなりゲロキツのはず。ゲロキツコンビ。さあ、トルネードであえて吸い込みながら、よしよし、マスケット処理して、あ、マスケット処理できねえか。いいよ。ダメージ食らわせとるよ。あ、くしゃみ出そう。いや、ここでエリポンはすごいですね。ここでエリポンは、ちょっともうやられたくないよっていうところで、あ、ゴーレム、ここの方が良かったか。一応右サイドのクロスボウも警戒しとかないと、まだわかんないですからね。このテスラにはライトニング最速で打っていきます。ライトニング最速で、はい。悪くない。からの、ゴーレムがあと届けば勝ちですね。あ、クロスボウ、あ、テスラか。テスラがもう回ってくるので、これも読んでおりまして、やばい、このエリポン分のリードが、このまま攻めに使われると思うとちょっとゾッとするんで、決めてほしい。よいしょ、OK、ナイス。OK、ナイス。危ない。
危ねえっすね、ちょっと。今のはちょっとギリギリでした。あそこを受け切れられてしまって、次ね、攻めのクロスからのもうガンガン回されると、結構受け切れなかったりもするので、まあまあまあ、相性的にもちょっと良かったのかな。ね、クロスボウ対ゴーレムはね、しっかりゴーレムが受け切ることができれば、割といい感じに立ち回れるので、コーヒータイム。このマグカップいいよね、お気に入り。この縁がね、結構分厚いんですよ。見たらわかるかな。こう縁が結構分厚くて、もう分厚い縁の安心感がね、このマグカップのポイントです。さあ、ここは、はい、2発入れて、いいよ。ダメージリード取っとるよ。相手はマスケットコウモリ。行っちゃうか。これファイブを打たれたけど、もう行っちゃおう行っちゃおう。最近なんかね、トチ選手のプレイとか見てると、もうちょい、ゴーレムガンガン行っちゃった方がいいんじゃないかなっていう攻めのゴーレムの気持ちになってますね、私は。はい。攻めゴーレムイズゴッドみたいな考え方になってきてるので、だんだん。あ、ゴーレムはでも攻めてなんぼよな。まあもちろん守りが上手いプレイヤーが最終的には上手いんだけど、それはもう重々承知なんだけど、それも加味しても、やっぱり攻めが上手いやつが強いっていうね。さあ、ここは、はい。ゴレと、いい感じ。このランバーがでいやらしいんですよね。相手からすると本当にランバーがきついはずなんで、これでもう一気に行く可能性もある。あ、そういえば、レイジのさ、このさ、レイジ効果って、攻撃力上がらないって知ってました？皆さん。私、何を勘違いしてたのかずっと知らなかったんだけど、マジで。いや、っていうか、初めの方は多分把握してたんだけど、いつの間にか忘れてたんだと思う。クラクラはね、ダメージもスピードも上がるんですよ。だから、クラクラと一緒で、ダメージもスピードも上がるって認識してたら、この前コメントで、おみたいな。お前何言ってんのみたいなコメントついてて、どういうことどういうことって思って調べたら、移動速度と DPS しか上がらなかった。クラロアの場合は。やっぱ知らないことって気づかないなって改めて思いましたね。だって私なんかクラロアさ、もう、無限にやってるじゃん。クラロアのことなら何でも聞けみたいな感じで、クラロア結構知識ある自信あるけど、それでもやっぱ知らないこととか勘違いしてることってたくさんあるんだなって思って。さあ、ここは、ライトニングで削りつつ、悪くないですね。あとは左かな。あとはこの左の、残り30秒。左を処理してファイアボール打ってくるが、まあ、キングまで行かれなければ正直大丈夫ですね。あとライトニングの処理、飛来心がちょっとポイントだぞ、今回。左。よし、OK、ナイス。ここもちょっと、ドズルの負けませんコーナー、あ、負けませんコーナーじゃない、負けるまで終われませんコーナー、再生リストでも、作っちゃおうかな、もう、定番コンテンツになってもおかしくないっていうぐらい、今、私の鼻は高くなっております。嬉しいですね。やっぱね、なんか、僕には関係ない、みかんさんとか KK 選手とかやってるじゃないですか。負けるまで動画撮ります、みたいな。で、40分とか50分で、すげえかっけえなーって思ってたんで、私もちょっと自分でもできるんだって、ちょっと嬉しくなっております。はい。しかも、前回の動画は、ドズニキゴーレムうまいってすごいコメントをくれて、やっぱね、マルチだとね、敵がすごいうまいんで、下手っぴに見えるんですけど、こういう大会とかだとレベルも統一されるし、嬉しいですね。やっぱ単純にうまいって言ってもらえるのは。あ、別にうまいって褒めろってわけじゃないよ。でも普通にシンプルに言ってもらえるのは嬉しいなと思うし、さ、キングタワーも起動したし、もうここウォールブレイカーぐらいを私クラスになると無視するし、痛い！ちょっと待ってよ。メガナイトが入ってそうですね。メガナイティ入ってて、ウォールブレイカー、はいはい、マスケット、コウモリの、まあまあ、テンプレのやつですね。おなじみのやつですね。ここはソライニットでプレッシャーかけつつ、これ、ランバーを普段だったら足すんですけど、ランバーじゃないんですよね。メガナイトに処理されるってことを考えると、ソライニットで押した方が相手からしたら嫌でしょうと。さあ、ここももう、全無視、全無視。もちろん全無視。さあ、ここでランバー足しつつ、相手メガナイトを出したくなるならケンタッキー。さあ、悪くないですね。一気に行こう。キングまで行こう。よし、ナイス。あざます。いいえ、これで4連勝か。ドズ2ドズルもう抜くな。
正直だってドズルはあの11勝の後バコバコバコって負けてったんで、あと1勝、あ、そしてこの、ボーナスが完全解放されました。この後ないよね、多分。この後多分、ね、てか向こうまで作ればいいのよね。34勝でさ、すごい豪華な報酬とかあれば、ね、ここ目指して頑張るぜみたいになるのに、これでグローバル100位まで結構近づいてきたかな。うわー、でもあとこれを2回繰り返さないといけないのか。いや、でもワンチャンありますよね。今日は本当1回負けるまでやるんで、そして、ボンさんとの撮影がまたですね、予定されているんで、もうちょっと勝ち進んだらボンさんに LINE をしないといけない。ごめん、また。ごめん、またグローバル大会のやつで送れるっつって。勝ちすぎてーっつって、勝ちすぎててへーっつって送らないといけないんで。さあ、ここは、はい、マジックアーチャーか。マジアーチャーに対してゴーレム出すってもう完全にね、考えることをやめた猿になってますが、いや、いいんです、いいんです。もう実質これ4アドなんでね、実質4アドからのマジアーチャー。よし、あー、弾入るか、弾入るか、ちょ軌道そらせ、軌道そらせ。くそー、笑っとんな、あいつ。敵笑ってますね。ただいやー、これメガゴがいるとペッカをいい感じにしばけるんですけど、メガゴがいないベビードラプラスのランバーだと、まあ、ちょっと良くないあれでしたね。これ右はゴーストはトルネードしつつ、あー、間に合わないか、最悪だ。うわー、いろいろ最悪だった。今ちょっとやっちまった、完全に先発った。いやー、今言うのはね、ローリングバーバリアンでさっと受けていい感じにかっこよく処理するっていうのが私のプランだったんだけど、ダークネクロ2発撃てば処理はできるけど、いやだ、強い。さあ、なんとかコウモリで処理して、いやー、きついな。これちょっとまだ無視したくないですね。右にがっつりコストをかけてくれるタイミングで、うわ、マジか。いやー、おられちゃった、最悪や。ま、守っておられるは最悪ですね。無視しておられるならまだワンチャンあるけど、相手めっちゃ喜んでるな、クソ。ちょっと待ってよ、ゴーレム、マジアチャー。いやー、でも結構な、こっからの逆転は難しいんですよね。ペッカネッケの勝ち方はやっぱどっかでエリアドを取って一気に行くかどうかしないと攻撃が入りにくいんですけど、今回はエルイズかマジックアーチャーがここで登場するはず。マジックアーチャー、まずはこのペッカを処理しつつライトニング打ち込み、このランバーを差し込んで、ダクネが残ったの熱いですね。ダクネ残れ、よし、ダクネが残って、さあ、走れ、お前ら残り20秒走ってくれて、いや、走らないか。さあ、こうなると残り13秒では何もできないというところですね。まあ、ラストワンチャンスだったから仕方ないか。まあ、ペッカの防衛力は高いですからね。はい、というところで、いやー、悔しみが溢れる、戦いでございましたが、私のミスですね。うん、割とそんなに相手がめっちゃ上手かったってわけで、まあ、トルネードをするタイミングで U の追加したりとかもちろん上手かったんだけど、いやー、でもまあ、なんか、うん、私のミスでやられちゃったな。上手い人だったら多分あそこ上手く立ち回れてたのかなというところで、まあ、ゴーレムはね、すべて捨てればいいってわけではなくて、守るとこはしっかり守りつつ、リード取れるとこで一気にね、ぶっ放すっていうのがやっぱゴーレムの本当に面白いところだと思うので、まあ今のはちょっと、特訓しましょうというところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりましょうかね。最近結構初戦最強決定戦でバタバタしておりますが、またね、初戦最強決定戦が終わったら、ね、トロ上げ動画だったり、あとドズ2の、動画だったりはどんどん上げていきたいなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。